こちらはね、10万人の盾セックスって書いてあります。こうするつもりじゃなかったんですよ。10万人いったらなんか申請できるフォームがありまして、これふざけたらどうなるんだろうと思ってセックスバックって打って、ありがとうございましたみたいな文字が出て、いやいや、そんなことないだろうと。天下の YouTube 様だよ、こんなふざけたのやるわけないじゃん。後々この文字はダメですみたいな来るのかなと思ったら、そのままこのセックスファッカー届きましたからね。あれ、これじゃあ自分のチャンネル名じゃなくていいんだなって思って、今回このチャンネルが登録者100万人いったので、まあ、金の盾がもらえると、金の盾作っていただきました。じゃあ見ていただきましょう、このチャンネルの金の盾でございます。銀だよねこれ、マジで。注目していただきたいのはこの文字の部分です。デカキンって彫ってあります。他のチャンネル名でもいけるんですね。ということで、今回はですね、デカキンさんがねこの前手術して退院したということで、退院祝いに金の盾をもらったらどんな反応するのかっていうね。来た、肘の手術お疲れ様です。膝だわ。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。いや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 、パク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 、いや当たっちゃったね、前回のクレープの動画すごい好評でね。あ、僕の方も。ね、ありがとうございます、本当に。10回クイズがすごい好評だったみたい。クレープが好評だったわけじゃないの？いや、10回クイズが好評だったんです。千葉 !10 回言ってもらっていいですか？はい。千葉。埼玉は？埼玉。近いのでやるんでしょ、普通は。ジャイアントで、ババアとか、そういうやつでしょ？え？16問キック食らわすぞ。くださいよ。ああ、逆にね。ピザって10回言ってください。ピザ、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 ピザ。じゃあ、腐りやすい魚は？はい、じゃあ、さっと言わないと。違う、そんな考え込むあれじゃないのよ。腐りやすい？食が当たりやすい、当たりやすい魚はじゃあ。ああ。え、バッテラ？バッテラってバッテラとか出すんだよ。この前、ちょっと電話した時に、はい、プレゼントがあるんですよ。はい。いや、そう。デカケンさんの、はい、退院祝い、ということで。嘘。ちょ、デカケンさん目つぶっててもらっていいですか？はい。はい、じゃあ開けます。はい。はい。待って、これどうしたの？え？金？いや、俺言ってないよ。50万にも言ってないし、俺100万にも言ってないよ。プレゼントします。何やって、何お前、とんでもないことやったな、お前、とうとう YouTube のご法度したな、お前。まほとくんの100万人の登録ボタン、デカキンって名前でやったの。バカ、お前何してんの、マジで。100万人のやつでしょ。今後100万人いっても嬉しくないもん、これだったら。もう何やってんの、本当に。100万人行ってないのに金の盾持ってる人はいないですよ、千葉にも。いや、千葉今関係ないんだ。千葉の話はピザって言った後だろ、お前。それはクレープ屋さんで後ろにさ飾っといてください。いや、もうそれこそお前詐欺って言われるよ、そんなことしたら。こんなあるから100万人のすごい YouTuber だと思ったら。あれ、エンゼルフレンチ屋さんでしたっけ。いや違う、お前やめろ、おい。本当に本当くれるの。はい、あげます。前代未聞だよ、マジで。デカキンって書いてあるもんね。ワンミリオンサブスクライブって書いてあるもんね。あれ、ちなみに腐りやすい魚ってあれはサバ。あ、サバ。今すぐパッと言えんだよ、いつでも。チャンネル登録よろしく。